ハウスはベンガジ、リビアのアメリカ政府の出先機関に2012の攻撃を調査する委員会を選択すると作成された。民主党は直ちにヒラリー・クリントンの政治的運命を損傷する党派的努力としてそれを批判しました。しかし、委員会の委員長である代表とレイゴディー、サウスカロライナ州共和党ともと連 憲法検察官は一度にフォックスニュースに語ったダブルコート私は友達がいない報いるためにと何の敵は処罰しないように 我々は事実が私たちを取るどこに行くつもりです。今、17ヶ月後ウォーターゲートの調査よりも長く続いた現在及び過去の委員会のスタッフのインタビューだけでなく、ニューヨークタイムズ氏によって、 で見直さ内部委員会の文書は、委員会の作業の焦点は、周囲の状況からずれている程度を示しますプライベート電子メールサーバのミセス・クリントンの使用の政治充電問題にベンガジ攻撃は彼女が国務長官でした。 大使 J. クリストファー・スティーブンスを含む4人のアメリカ人がリビアで殺されたかについての詳細を学ぶのに述べた最初の目標と委員会はミセス・クリントンの大統領選挙がハウスの今もレースだけでなく影響を与えるワシントンの政治旋風を作成しましたスピーカーミセス・クリントンは10月22日に 委員会の前でで証言すする予定ですミセス・クリントンの電子メールでの委員会の焦点は、共和党のスポークスマンは、リビアで何が起こったのかについての調査の必要な部分です。委員会は、リビアに対する公的な記録を保証し、弁護士が完了するために自分自身とクリントン国務長官の珍しい電子メールを マイル配置が唯一それがより困難になったと広報担当者ジャマルウェアは日曜日の声明で述べています。